サンテリ・レバス、アイノとジャンシベリウス。1940年代、アイノラでその日の書簡を調べている。レバス撮影。ベンノ・アレクサンデル・サンテリ・レバスは、フィンランドの著作家、写真家。作曲家のジャンシベリウスに関する著作により最もよく知られている。1899年に、フィンランド大公国、ヘルシンキに生を受ける。父は、ニコライ・レーマン。 母はヘルッタであった。キャンサリスお酒パンキーで1923年から1962年にかけて通信員、部門マネージャーとしてキャリアを積む傍ら、1920年代半ばから、はじめは筆名を用いて、フィクション、ノンフィクションを発表し始めた。また1936年に修士号を取得して、公認翻訳家となっている。 レバスは1928年からシュベリウスが没する1957年までの間、長期のシュベリウスの施設秘書を務めた。話し合いによりレバスは主人の電気の材料を書き留めるとこができることになり、これは他では縁がたいものであったが、書籍としての出版はシュベリウスの死後に限るということで合意がなされた。しかし、レバスは1945年に、 シベリウスの住まいであったヤルベンパーに位置するアイノラの写真集を出版する。フィンランド語とスウェーデン語の両方で別々の版が刊行された。第二集となるシベリウスと彼の家は1955年から4つの言語版で提供されている。レバスの代表作は1957年から1960年にかけてフィンランド語で出版された全2巻からなるシベリウスの電気である。 ようやく版の形で英語に翻訳され、シベリウス、A パーソナル、ポートレートとして1972年に出版されている。彼は他にも、クララとロベルト・シューマンの伝記を表しており、戦後のドイツ、オーストリアの生活を観察して綴った複数の旅行記なども出版している。1940年代と1950年代には、フィンランド写真協会の会長を務めた。 さらに、写真美術国際連盟の名誉会員、並びに、英国王立写真協会の巡回員でもあった。彼の写真と文章は、スウェーデン、ドイツ、オーストリア、スイスで出版された。ヘルシンキにて88歳で没した。ありがとうございます。